やっぱ海外の方が多い部屋ってさ、いろんな種類のキャラクターがいるからいいよね。なんか嬉しい気持ちになります。私は。とか言っといて、俺が一番よく使われてるヨッシー使ってるっていうこのディレンマね。このディレンマちょっとどうにかしたいな。このディレンマ。さすがに俺はこのディ、ここで一気にドカンバコンシュコンやって、バカンドカンシュコンやって、デカキンさんとエッチします。なんでこんなキモいことばっか言っちゃうの俺の口って。俺の脳みそ通ってないからね。ちなみに言っとくけど。脊髄で喋ってんの俺こういうのって。いいブレイキングダウン。本当にさ、俺が、実況で喋ってる言葉って脳を通さずにさ、思いっきり脊髄で喋ってるから、キモいことしか言ってないんだよね。でも俺の脳じゃなくて脊髄で喋ってるから、どっちかというと俺の口をこう、戒めて。まあ、調子悪いこと全部ヨッシーのせいにすればいいからいいんだけど、ヨッシーが喋ってましたとか言えば、デカキンとエッチする、うん、それさっきヨッシーが喋ってて、俺じゃないよ、ヨッシー喋ってたよって言うわ。そういうなんかさ、あるじゃん、 TikTok とかでさ、ヒカキンの声のエッチ、下見たみたいなさ、あるじゃん。今日オナニー12回したヒカキンの声エフェクトみたいな、そんな感じでさ、ボンドの声エフェクトを、マッチが危ねえ、ヨッシーが使ってるって可能性をなんでみんな思わないの。ちょっとちゃんとね、柔軟に考えた方がいい。ちょっとごめんね、説教なんかしちゃって。俺説教よくするんだよね。何のアピールだよってな、説教なんかしねえし全然。でもなんか普通にさ、1位取れそうじゃね。もう喋ってしかいないけど、俺マリオカートの実況ってしたことないんだよね。マリオカートの実況しときながら何言ってんだって話なんだけど、マリオカートの実況ってしてないのよ。マリオカートの実況って、いわゆる、今、1位で赤コーラ持ってるんで、ずっと赤コーラ。え、なんか、ヨッシー、手振ってなかった俺に。ファンサすご、お前、ファンサすごいんだ。へぇ、まあ、こんな感じでさ、全然マリオカートと関係ないことを喋ってんだね。伊藤健が来てる。お前、もしかして日本人か。日本人、お前、一緒に仲良くしようぜ。こうして、ここでもう一回、これするのがプロなんだよね。ぐっとしっかり B ボタンを押して、やっぱ猿が横にいるよね。あ、猿が伊藤健がもしかして。伊藤健はもう一個赤心持ったら本当に中指だけ立てる。中指立てます。はい、中指立てました。ナイスナイス。俺の友達がいた。どんだけ赤、何この赤コーラしかない世界。転生したら赤コーラしかない世界だったんだかっていう漫画書こう俺今から。ちょっと待って、前のカロンの腰つき見て、エロすぎない？前のカロンの腰つきエロすぎるんだけど、そんなにエロい？うまい騎乗位のこの腰つきしてんだけど、カロンが。ちょっとやめて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 、見せないで見せないで、そんなの。すごい腰つきしてんだけど、だって前のさ、キノピーチとかそんな感じじゃないじゃん。カロンだけの腰つきえぐいわ。これさ、毎回ドーナツヘイヤのことドーナツイヘヤって呼んでたのよ、ずーっと。俺だけかな。ドーナツイヘヤってずっと呼んでたの。何みたいな話ではあるんだけど。うますぎ、ありがとう、ロニーナ39。お前大好き、俺。俺、お前、大好き。とかさ、ずっと思ってたんだけどさ、あそこのキノピーは何？お前垂直跳びえぐくね？そんなに飛べるか、お前。垂直跳びの世界選手、いた。キラ、あん、あん、あん、おぉ、ありがとう、ジェルマンダブルシックスみたいだった。壁、ピョンって出てくるジェルマンダブルシックスみたいだったね。おぉ、ちゃーい、なにね、ちょっと待って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 。え、これ神じゃないの？つまり、なんだよ、これ動かねえのかよ。あれか、炎の体育会 TV の今田くんみたいな感じなのか、システム的に。え、どうなってないの今の。どういうこと？避けた？あいつら。アイテムが避けたんだけど。そんなことすんの？何見聞色の吐き持ちアイテム。知らない。聞いたことない。